娘預かってもらって悪いな。今度お礼はするからよ。お兄ちゃん、一体どういうつもり？何が？急に来たと思ったら一方的にめいちゃんを押し付けて。お前は専業主婦だし、どうせ暇だろ。子育ての練習だと思え。そうじゃなくてさ、しつけは厳しくしてるし、迷惑はかけねえから。だからそうじゃない。奥さんのよしえさんはどうしたのよ。え？確か私と同じ専業主婦よね。なんで4歳の娘を預ける必要があるの？ああ、それはあれだよ。何？あいつって自由奔放だし、性格も超わがままじゃん。いや、わからないけど、数えるくらいしかお会いしたことないから。もうやりたい放題で参ってんだよ。家事も育児も全然やらねえし。本当？でも覚えてる限りだとすごく物静かな人だったような。それは表向きの顔な。他に男とかも作ってるっぽいし、もう手がつけられねえんだ。やばいじゃん。きちんと話し合って解決しないと。俺だってそうしたい。でもちょっと強く言うとすぐ暴力振るってくるんだよ。回し蹴りとかも放ってくる。そんなに凶暴なの？とにかくこのままじゃ俺だけじゃなく娘にも危害が及ぶと思ってな。だからお前に預けることにしたんだ。でもこんなことしたって根本的な解決にはならなくない？私だっていつまでも預かってられないし。わかってるわかってる。だからお前に預けてる間に吉江と話をつけようってことだ。ちなみにこのことに関して吉江さんは何て言ってるの？何が？私に預けるって言ったらどんな反応してた？ああ、子育てから解放されて、せいせいするわ、百歩おいってダンスしてた。超やばい人じゃん。もはや女の皮をかぶったモンスターだな。だったらもう離婚とか考えた方がいいんじゃない？まあその辺のことも含めて話し合うから、娘のことはよろしく頼んだぜ。なんだか変なテンションね。今日は会社仲間とゴルフだから元気もりもりなんだ。そんなの言ってる暇あるなら吉江さんと話し合おうよ。会社付き合いは大切なんだ。専業主婦のお前には分からんだろうが。その言い方ムカつく。っていうかそんなに大変そうなら私が間に入ろうか？仲裁とか結構得意だし。ああそれはいい。余計なことすんな。え？ああいや、娘の面倒だけで十分だって話だ。じゃあよろしく頼むわ。1時間後。 LINE 見たよ。お兄さんの娘を預かることになったんだって？ごめんね。あなた出張中で忙しいのに連絡しちゃって。ああ大丈夫。それより面倒とかちゃんと見られそう？おとなしい子だし多分大丈夫だと思う。ただちょっと言動がおかしいのよね。え、どういうこと？ご飯食べさせようと思ったら女の子は残り物しか食べちゃダメなのとか言って手をつけなかったり。なんじゃそりゃ。それに台所にお布団敷いて寝ようとしたりするのよ。わけがわからんな。普段からどんなしつけされてるんだ？お兄ちゃんはしつけは厳しくしてるって言ってたけど。残り物しか食えないとか厳しいどころの話じゃないだろう。やっぱり奥さんに原因があるのかな。どういう意味？確か吉江さんって人だよね。なんかすごいわがままらしくて暴力とかも振るってくるんだって。回し蹴り放ってくるって言ってた。怖すぎだろ。それで危険だから私にめいちゃんを預けたって。要するに虐待してるって話？でもさ、よしえさんってすごく物静かな人じゃなかったっけ？どうだったかな。俺も結婚式の時くらいしか会ってないから。やばそうな印象は全然ないんだよな。兄は表向きの顔とか言ってたけど。結婚して豹変したとか？姉ちゃんはお母さんのことをなんて言ってるの？ママはいつも寝てるって。口数の少ない子だからあまり話してくれないの。なんだかよくわからんな。でもめいちゃんの言動からして家庭に問題があるのは事実よね。そうだな。私一度よしえさんに会ってみようかな。え？お兄ちゃんには余計なことするなって言われたけど、なんかすっごいモヤモヤするんだよね。でも危ない人かもしれないんだろ。回し蹴りとかされたらどうすんだよ。忘れたの？私は柔道3段、空手2段よ。護身術として合気道や中国拳法も習ってるし。結婚してから3年間鍛えまくりだもんな。
あなたやこれから生まれてくる子供を守るためにね。今度はブラジリアン柔術を習得するつもり。どこまで強くなるんだ？話がそれたわね。とにかく一度ヨシエさんを訪ねてみる。兄が仕事でいない時間を狙うようにして。わかった。でも本当に無茶だけはしないようにな。ありがとう。あ、そういえば帰りはいつくらいになる予定？来週くらいかな。わかった、頑張ってね。翌日、ヨシエさんのところに行ってきたわ。大丈夫？取っ組み合いとかにならなかった？もう全然そんな話じゃない。え？本当に驚いた。ヨシエさんガリガリに痩せてすごい衰弱してたの。しかも腕にあざなんかもあって。マジ？終始怯えてる感じだし、とにかくまともじゃなかった。それに私がメイちゃんを預かってることも知らなかったの。どういうことだよ。兄には目障りだから知り合いのところに預けてくるとだけ言われてたって。ヨシエさんが止めても全然聞かなかったらしいわ。なんじゃそりゃ。とにかく普通じゃないから一旦家に連れ帰ったの。それで正直に話してって何度も説得したら、体のあざは兄の暴力によるものだって話してくれた。マジか。今はだいぶ落ち着いてる。メイちゃんの顔を見て少し安心したのかな。病院とかには連れて行かないで大丈夫なのか？今はとにかく人に会うのが怖いみたいで。そっか。しかしまさかお兄さんが。私にはヨシエさんのことボロクソに言ってたくせに、自分がめちゃくちゃなことやってたんだわ。じゃあメイちゃんのおかしな発言も？きっと兄によるしつけのせいかな。本当にありえない。お兄さんって昔からそんな人なのか？弱いものには強く当たって、強いものにはヘコヘコする典型的なタイプだった。ダメじゃん。でも学生時代の話よ。もういい大人なのに何も変わってないなんて。家族に手を出すとか俺には考えられない。そうね、これは劣気とした犯罪だわ。兄にはしっかりと分からせてあげなきゃ。どうするつもり？ボコボコにしばくって言いたいところだけど、それはそれで犯罪だからね。きちんと話をつける。そうか。ごめんね、あなたも忙しいのにいろいろ話聞いてもらっちゃって。こっちこそ何の力にもなれなくてごめん。でも無事に解決することを祈ってるよ。ありがとう。数時間後。一体どういうことだ？ヨシエをかくまってるって。そのままの意味だけど。はあ？妹として兄の犯罪行為を見過ごすわけにはいかない。何のことだか。もう分かってんのよ。あんたがヨシエさんに暴力を振るってること、そしてメイちゃんに歪んだしつけをしていること。知らん。本当に最低な男だわ。しつけが必要なのはあんたの方でしょ。だから知らねえって。ヨシエから何を聞いたのか知らんが鵜呑みにするな。彼女の体には無数のあざがある。だからあんたの仕業でしょ。違う、自分で自分を殴ったんだろ。ご近所さんがあんたの怒鳴り声を何度も耳にしてる。それにヨシエさん、実は暴力の様子をこっそり撮影してたのよ。え？部屋の隅にスマホをセットしてね。だからもう言い逃れはできない。あの女そんなことしてたのか？殴るのに夢中で全然気づかなかった。はい、自白ありがとう。は？そんなに都合よく証拠が揃うわけないでしょ。アホなあんたに釜をかけただけ。お前で、なんでこんなことしたわけ？何がだよ。こんな可愛い奥さんに手を出すなんて。それはそのあれだよ。何？ストレス解消的な。は？会社にムカつく上司がいるんだよ。俺がちょっとミスするだけでガミガミ言いやがる。クソな野郎だ。で？でも相手は上司だし、ガタイもいいから何も言えねえだろ。だからストレスが溜まってしょうがなくて。その鬱憤を奥さんで晴らしてたっていうの？あいつは俺が何しても文句一つ言わないからな。旦那をすっきりさせるのも嫁の役目だろ。すごいクズ発言だね。ヨシエさんがどれほど怯えてたか分かってるの？こっちだってイライラしてたんだ。姉ちゃんに残り物ばかり与えてたのもそういうこと？しかも台所で寝かせたりしてたんだよね。会社で肩身の狭い思いをしてる分、家では王様気分でいたかったんだよ。クソすぎ。
別にいいだろ、生活費は俺が稼いでるんだし。でもそのくせ急にめいちゃんを預けてきたよね。あれは何？よしえが弱ってきたからだ。は？正気のねえ顔して家事も育児もおろそかになってきたんだよ。あんたが生活費もろくに渡さなかったからでしょ。よしえさんガリガリに痩せてた。でも掃除や洗濯はやってくれなきゃ俺が困る。だから育児の手間を省いてやったんだ。自分でよしえさんを追い込んでおいて。知るか、俺はこの家の主だ。誰にも文句は言わせねえ。ゴミすぎる。大人になって余計ゴミになってんじゃん。何？昔からそうだったよね。弱い人間には強く出て、強い人間にはヘコヘコして。なんで大人になって悪い方にパワーアップしてんのよ。黙れ、妹のくせに兄に喧嘩売る気か。何よ、やる？は？私結婚してから体鍛えまくってるの。柔道と空手で段位も取ったし、中国拳法だって習ってる。筋トレも週5でやって、腹筋なんかバッキバキだわ。どうする、やる？やりません。情けな。隣でよしえさんも呆れてるわ。え？今一緒に LINE 見てるの。こんな人のために苦しんでたなんてバカみたい。そう言って苦笑いしてるわ。こんな形でも笑顔が戻ってくれてよかった。よしえに代われ。何も話すことはないって。離婚届と被害届を出してそれで終わりにするって言ってる。被害届？何？あんたみたいなバカでも暴力が犯罪だってことくらいわかるよね。いや待てよ、そんなことされたら会社クビになっちまうだろ。そうだね。でも養育費はちゃんと払いなよ。少しでいいからよしえと話をさせてくれ。本人が拒否してる。じゃあお前がよしえを説得しろ。どういうこと？なんで私があんたの手助けをするのよ。俺は実の兄だぞ。もう兄弟の縁は切る。それとあんたのやった行為は親族全員に報告するわ。これからは一人で生きていくことね。そんな、ひどすぎる。あ、出張中の夫から LINE が入った。え？予定が早まって明日には帰れるって、やった。いや知らねえよ。ああもうあんたと LINE してる暇ないわ。じゃあね、ゴミ。ああ待ってくれ。後日談。傷害罪で逮捕された公平は罰金刑となり、会社も懲戒解雇処分となりました。よしえさんとの離婚も成立し、めいちゃんが成人するまでの養育費は900万円で確定。もちろんよしえさんはよしえさんで、慰謝料と治療費は請求するとのこと。優秀な弁護士によって接近禁止命令まで食らった公平は、床の抜けそうなアパートに住みながらアルバイトで支払いを続けているそうです。どうかめいちゃんが大人になるまでは頑張ってほしいものですね。その後はどうでもいいですが、薬病神は消えたものの、これから先よしえさんとめいちゃんが二人で生きていくのはきっと大変だと思います。私と夫にできることがあれば積極的にサポートし、二人の幸せを応援してあげたいと思います。